今日はね、あ、そうだ、あのペコラママのね、ペコラとママのね、コラボ見てくださった方ね、ありがとうございました。なんかたくさんの方になんか見ていただいたみたいで、本当にありがとうございました。お母さんに、マミーにさ、なんかあのありがとうねって言ったら、なんか緊張しちゃったって言ってた緊張しちゃった、大丈夫かなって言ってた変に緊張してたみたいな。だっていつもと喋り方が全く違ったんだもん、マジで。普通にいつもと違う。普通いつもだったらさ、なんかさ、できたよみたいな感じなのにさ、なんかちょっと放送だとできましたよみたいな感じで喋ってるから、おいおいこいつ何なんだろうとか思ってさ、え、全然いつもと違くないですかって思ったんだよね、ペコーラ。そしたらさ、なんかツイートの英語させると大体みんながさ、ペコラママは上品なんだなって書いてあって、違う、家と違うんですけどと思って、あなたたち全然違う、思ってる違うペコラ。しかもさ、なんかみんなペコラアートにさ、ペコラのママのさイラスト、ペコママのさイラストをね描いてくれてる人が多くて、今日ねツイッターでリツイートたくさんしたペコだけど、笑ったわみんなの目にはああやって映ってるんだなって思ったまあでもね、ほんとね、みんなね見守ってくれてありがとうペコマ。なんかま、あ、そう、なんかさママにさ、今さ知ってる、なんだっけ、なんだっけ、あのチョコ、なんかあのホロライブローソンでさチョコやってるペコなのね。そうそう、でそのことをさっき言ったら、そうなの、ローソン行かなくちゃとか言ってたけどきっとないだろうなと思いながら、なんかみんなのツイッターとか見てるとさ、変えてる人もいるし、なんかなかったって人もいるペコだからさ、結構みんなあれなんだね。そう、ペコラも欲しいの届くかな。あ、全然売ってなかった、マジ。家族大事いいこと、あ、ジョージいるじゃん、ペパプリのジョージ、ありがとうな、家族大事ペコだからね。あ、なかったんだ。でも大丈夫だ、だってさ、こんだけなくなってるってことはまたさ人気が出たらさ、あれじゃないの、あ、なんていうの、あの、なんていうの、あのたくさんその仕入れするんじゃないペコなのかな、わかんねえけど、ちょっとそうでしょ絶対に、だから安心しないよ。そうそう、仕入れるはずペコでしょ、またなくなったら、え、すげえホロライブチョコすげえ売れるじゃんって言ったら金になると思って、コンビニ側もさ絶対仕入れるから大丈夫でしょ。よしあ、通販もあるんだって、みんな。じゃあ通販もあるから、そっちもねぜひね、あの買えなかった方はローソン近くにいない方とか通販でぜひぜひ。